Chausaisha dondoka, kipande rusha kichupa, akili zisha niruka. Kampani misitagi. はい。ね、はい、れいちゃん、ニュピハクブランガンビーチに来ました。もうちょいで宿に着くので、ちょっとね、こっからの道のりを GoPro で撮りたいと思います。はい、じゃあね、バイクにくっつけて、よいしょ。ね、もうここら辺になると宿泊施設がだいぶ多い感じかな。行きましょう。ここでも飛ばす人はあんまりないと思うんですよ。結構あるね。まだ宿泊施設があるのかな。これを右なんだ。こんなとこ行くの？ああ、そうだよ。ああいう感じのとこだ。すごい道、すごい道を入ってきます。どこにもあるかもしれない。はいはいはい、分かったよ。マップで、マップ、分かったよ、分かったよ。よいしょ。さっきそれっぽい建物見えた、うん、結構ね、なんかここら辺ね、サーフィン来る人が多いみたいなね。はい、分かった分かった。よいしょ。もう目的地、レイトルキッチ。どこだよ。ザ・ビーチ。ここまで、ここまでってなってるよ。え、ここかな。目的地に到着しました。目的地に到着しました。え、ここでプロコになってるよ。いや、だって2ヶ月前にあれだったよ。三体ワニがあるでしょ。じゃあ、そういうところに何があるんでしょ。この奥にあるのかな。ちょっとそこに聞いてみようか。よいしょ。はい、ね、なんと、今回宿泊のホテルは、ビーチを歩いて行くみたいです。ちょっと待ってね。ビール飲みたい。ビール飲みたい、うん、はい、ビーチをね、歩いていきます。気をつけて、ちょっと段がね。いける、大丈夫、気をつけて、ゆっくりね。あ、それバイクに出てきちゃうのかな、ちゃんと。はい、ブランガンビーチの砂浜でございます。潮がね、上がってますね。潮が上がってるじゃない、潮が引いてるか、潮が引いております。なんかね、なんかこんな海の家っぽいのがいっぱいある感じのとこっすね。で、砂浜を歩っていかないとホテルにたどり着かないという場所らしいです。大丈夫ですか。暑いね。どうした。何何、なんか痛そうだった。遅、あ、あの白いとこが一番奥じゃない、もしかして。あ、めっちゃ綺麗ね。これ今さ、潮が引いちゃってるけどさ、満ちてきたらさ、結構綺麗なのかもしれないな。あ、そうだね。まあ、サンダルでほら、うん、向こうまで行って、うん、あ、海入ってもいいし。あ、なんか。海入っていいかな。あ、どう、あ、いやでもな。出ちゃいけないってことになってるから、
海はダメかもな。今日これから入っちゃう？なあ、汗も流せるし。え？まあね。はい。ここが。ああ、でもカフェが隣にあるんだな。ここがね、今回宿泊する。うん。ポイントアット。ブランガンビーチかな。はい、ここでございます。なあ、多分潮引いてるからよな。よいしょ、熱っ。はい、すれます、それ。ここがフロントかな。よいしょ、はい、ここがフロントですね。はい、こんな感じ。荷物ね。はい、無事チェックインが終わりですね。これから部屋に案内してもらいます。めっちゃドローン映えしそうな場所だな、ここ。はい、白を基調としたね、なんか綺麗な感じの宿泊施設です。一応ですね、ニュピー中の食事、ここか部屋だね。ここつってたよね、うんうん、ここか部屋の中で食事をとってくださいとのことでした。はい、お部屋の感じこんな感じです。今ね、ちょっと荷物しまったんで、残念ながらちょっと冷蔵庫がないんで、お酒を買ってきておいて冷やしとくっていうのはちょっとできなそうです。はい、でね、ここがトイレになります。で、洗面台、シャワーですね、シャワールームになります。うん、部屋はめっちゃ可愛いね。ん？部屋可愛いね。部屋の可愛いな、うんうんうん、はい、オーシャンビューですね。部屋の前がこんな感じです。ここで一泊1万ちょいですね。デラックスキングルーム、デラックスキングルームですね。で、部屋の前に、椅子とかね、テーブルとかもあります。まあでもこの景色が最高だから、まあいいかな。結構なんかここのブランガンビーチってサーフィンやに来る人が多いらしいんですよね。結構波立ってるね。